北海道道105函館上磯線は北海道函館市と北都市を結ぶ道道である。北海道道105函館上磯線の道道番号標識全区間、片側1車線以上の歩道のある舗装路である。起点の国道278号交点から国道227号交点の間は中央分離帯付きの片側2車線で産業道路と呼ばれている。 またこの区間は、函館市中心部を避ける唯一の広い道である。しかし、沿線に様々な店や銀行があり、道道路の外側の宅地開発が進んだため、常に交通量が多い。そのため、函館新街環状道路の建設が待たれている。国道227号交点から終点までの間は片側1車線で、 国道227号の片側に車線区間と終点から先の指導の国道5号交点までの区間も含め、大野進路と呼ばれている。この路線の前進は、1957年7月25日、道道191号上磯亀田湯川線として認定されていたもので、前進路線の廃止後に新たに認定した路線である。 参考資料、函館市上磯郡上磯町北へ、新京北海道道百1 3 2号、函館臨空工業団地線交点、花園町28、日吉町3丁目交差点付近、函館市北都市沿線にある施設など、函館市道南浅利美鉄道線七重浜道路、踏切北都市。ありがとうございます。